んたは朝からゲーム。お正月だからって鏡餅の上でゲームばっかしてんじゃないわよ。どこでやってんだよゲーム。いいじゃん、お正月ぐらい好きなだけやっても、コロナで外出も控えなきゃだし。ダメよぶっ続けは、ちゃんと休憩も挟んでやりなさい。1時間ごとに15分は休憩。はいはいわかったからもううるさいな。誰がうるさくさせてるんじゃ。思春期の息子と母、ありがちなバトル。おい母ちゃん返してよゲーム。いやきもー。あ、虫年なので一応コスプレを。無駄ねえようだよ。あれから2時間ぶっ続けでゲーム、約束も守れないなら没収よ没収。そんなぐ、せっかく時間があり余っているお正月に、ゲームできないとかありえない。これは何としても取り戻さねば。はい、最近ママにゲーム隠された新作を実況している我々。そこで視聴者様にゲーム没収された時の取り返し方を聞いた結果、めちゃ知能犯的なのとか、いろんな取り戻し方があって面白かったので、本日はそちらを茶番にしました。ってことで視聴者様対ママ、ゲーム奪還茶番、お楽しみあれ。母ちゃん、ゲーム返しておくれよー。はいはいって、そんな簡単に返すわけないでしょ。何見てるし母ちゃん。頼むよ、家のお手伝いとかするからさ、返してよ。それは良い心がけね。じゃあ一週間ほど態度が改まってたら返してあげるわ。そんな待ってたら時間たくさんのお正月が終わっちゃうよ。お願いします、ちゃんと態度改めるので、お正月できるように先に返して。うん。視聴者様、ゲームの取り戻し方、まずは説得。うい、まあ一番普通かなこれが。どうでしょうかお母様。やっぱ先渡しはなしね。そんなー。ひどいよママ再生返してよお前中3の息子の泣き落としが母親に通じると思うなよ。中3だったんかい。無理があったかさすがに。視聴者様、ゲームの取り戻し方、泣き泣き攻撃。まあこれが通用するのはせいぜい小学校低学年ぐらいまでだろう。お母さんによっては年齢関係なく通用しない家庭もあるだろうけど。さあどうする？なあなにこうみこトロトロー。トロ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 隣のトロトロー。どうしたんだこいつ。チンチンチンよ、チンチン。ひどい。おい息子、二度も同じ手が通用すると思うな。さすがに無理だったか精神崩壊。壊れちゃったやばいよ母ちゃん返さないと作戦。視聴者様。ゲームの取り戻し方。発表。壊れちゃったやばいよ大作戦。いやどんな作戦か視聴者様。じゃあ次のテスト100点取ったら返してくれ母ちゃん。そんだけ勉強頑張れば全然返すけども、それじゃあ正月できないぞ。ああ、そうだった。アホかよただただアホかよ。こうなったら自力で見つけ出して奪還するしかないと思って探したが、全然見つからん母ちゃんどこに隠したんじゃー。はい、自分で見つけ出す。ってコメントも結構ありました。マジでやばいめっちゃゲームしたい。どうすればいいんだ。そういえば霊夢もテストの点が悪すぎてゲーム没収されたけど、問題ないとか言ってたな。あれどういう意味だろう。ちょっと電話して聞いてみるか。いや、公衆電話ボックスごと。お電話ありがとうございます。霊夢です。ただいま。留守電か？暇なんで秒で電話出ました。いや、紛らわしいわってかいと電話。これとこれ、どういう原理で繋がってんだよい。レイムやっほー。あら主ちゃんかやっほー。いきなりなんだがレイム、ゲーム没収されたけど全然問題ないって前に言ってたじゃん。うん。あれどうして？だって、ゲームに GPS つけてるから隠し場所いつもわかってこっそり使えるから。視聴者様、ゲームの取り戻し方。小型 GPS で常に隠し場所把握。どんだけー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。